どうも、競馬ナビゲーターのたけしです。今回はチャンピオンズカップの予想をしていきます、えー。予想の前なんですけれども、実は先日行った予想対決の3名の当選者のうちの1名、デップリファミリーさんですが、えー、商品3つの中から1つ、このチャンピオンズカップの予想というのがあったんですけど、それを選んでいただきましたので、今回は見事2周勝ち抜いて、さらに抽選も突破した強運の持ち主、 でっぷりファミリーさんの様子を公開かわいと思い,ます可愛いイラスト、こちら、送ってくださいました。まあ、いつも、デップリさんは自分のチャンネル持っていらっしゃって、本当にかわいい動画を毎週上げています。でまだ見たことがないよって方は、ぜひぜひご覧になっていただきたいんですが、こちら、まずピンクの馬が本命ののんこの夢。そして、金色の金色の馬が対抗ルヴァンスレーブ。 そして、ソーに乗っている、ご本人曰く、ノバの箱舟ということですが、えー、黒三角がサンライズノバ。そして最後、穴から出ているのが平僕ラターシということで、見事に馬を描いていただきました。そしてなんと左上の方に誰か乗ってるなと思ったら、これはサングラスをつけている僕の絵だということで、えー、見事に、えー、フューチャリングした、こんな素晴らしい絵を描いていただきました。でまとめると、 えー、本命の翁皇の夢対抗ルヴァンスレーブ黒三角サンライズの場アナウマとして平ターシュを推薦していただきました、えー、予想もさることながら本当にイラストが素敵で、えー、ストーリーも非常に楽しめる動画となっておりますので是非是非デップリファミリーさんの動画もご覧になってみてくださいそれでは予想の方に入っていきたいと思いますまず人気枠番の傾向からです 1点目1番人気が強力なデータ過去10年1番人気3勝していて復勝率70%となっていますただし23番人気はちょっと不調でそれぞれ復勝率 20%40% と低めですで続いて単勝は4番人気以下の馬にも注意過去10年で4番人気以下で5勝を上げています 特にオッズが15.0から19.9倍の,この中和なゾーンにの馬で2勝も上げておりますので要注意ですね3点目内枠若干有利もほぼ枠順の差はない傾向枠順,別で枠順別ですと5枠がトップなんですけれども全体的に見ればそこまで差がない傾向にありますそしてローテその他のポイント まず前走 JBC クラシック組ですね。最多の3勝。その他、武蔵野ステークス組も2勝と好調です。2点目が4から6歳馬が中心。なんと過去10年の優勝馬は全て4から6歳のどれかでした。最後、前走5着以内の馬。過去10年の連帯馬20頭中19頭が該当しているので、基本的には前走を構想した馬がポイントです。 ということで、今回の軸ですが、ルヴァンスレブにずっとしようと思っていたんですけども、ケイティブレーブからいきたいと思います。<laughs> 前走は今までいない中段からの競馬でした。横ー,ーでも外目を回して、まあ、まさしく安全運転といった感じで、結構距離薄あったと思うんですが、一、まあ、頭だけ持ったままで手応え抜群の、あの上がっていくときの足は印象的でした。まあ、結果、 着差はそこまで広くなかったんですけど本当に着差以上に中身は濃く強い競馬だったと思いますもともと成績安定していた馬ですし唯一崩れたフェブラリステークスこちら11着でしたけどもダート16 100で 1000m 通過58秒3という超ハイペースで本当に差し決着となったのでこれは参考外としたいと思いますその他のその他のレースであれば本当に安定して 崩れないい馬ででですすし展開自体ではは、まあ、通常は先行できる足も持っています前走の勝ちっぷりを信じて馬剣の軸ではこの馬から行ってみたいと思いますそしてひも穴候補3頭まず1頭目サンライズソア前走は掲示板を指し馬が独占した中逃げてギリギリまで粘る3着と強い内容でしたここは逃げ先行馬あまり見当たりませんし ジョンモレイラ騎手が安城なら単勝まで抑えておきたいと思います2投目がウェスタールンドダートを使い出してからの4戦が非常に強いです前走は初の 1600m で流れに戸惑っていたこともあるでしょうしスタート地点の芝でちょっと行き足がつかなかったので多めに見たいと思います3着狙いの思い切った騎乗であれば馬券圏内があってもいいと思います 最後インカンテーション前走案外も休み明けプラス4コーナー、まあ、かなり大外通ってしまったのでそのロスもあったと思いますもともと 1800m 発祥していて実績ありますし本当に2016年の1月から2017年の2月3月まで一時も終わったんじゃないかっていう大スランプでしたけどももう完全に不調は出した模様ですねフェブライステークスで3着があるように実績もありますし 紐穴に一刀押さえておきたいと思います。ということで今回、えー、ワイド勝負はケイテ t ブレイブから、そして単勝はサンライズソバちょっと買ってみたいなと思いました。ルヴァンスレーブ、まあ、通常であればこの馬を軸にすべきだと思うんですけれども、まあ、かなり人気が予想されるというのと、まあ、中京初めてということで10箱の隅をつつくような、えー、ことになってしまうかもしれませんが、 今回は配当的運意を考え、考えて、KT ブレイブからワイド勝負にしたいと思います。そして、この予想が当たったらということなんですけど、来週の阪神ジュベナイルフィリーズでまた企画をやりたいと思います。おそらくまた、僕が一頭指名して、それに勝つも選んでくださいというスタイルになると思います。で、えー、今週当たったら、ギフトカードプレゼントも考えておりますので、よかったら来週もぜひご覧になってください。 というか当たらなくても来週を見てほしいので今後ともよろしくお願いしますえ。では今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。